ジャズ&ポップスハンドブックは、ジャズやポップスの演奏を始めたいと思っている方や、もっとかっこよく演奏できるようになりたいという方のためのテキストです。吹奏楽や金管バンド、ビッグバンドなど編成に関係なく、どなたでも取り組んでいただけるよう作成しました。このハンドブックは各楽器に合わせて、トーン記号、平音記号、打楽器用のテキストを用意しています。また、伴奏音源は楽器の調整に合わせて、インゼー、インベー、インエス、インエフのデータと、ドラム用、その他の打楽器用を用意しています。ウェブサイトでは各楽器ごとにテキストと伴奏音源をダウンロードできるようになっていますので、自分の楽器用のデータをダウンロードしてお使いください。テキストの巻末には QR コードを掲載しています。QR コードのリンク先では各楽器のレッスン動画を配信していますので、動画を見ながら一緒に練習することをお勧めします。また、この動画はウェブサイトからもご覧になれます。今回はパート1を配信していますが、今後もレベルや内容に合わせてパート2、パート3と公開していきます。まずはテキストと伴奏音源をダウンロードしてトライしてみましょう。それでは、このテキストを使って練習する上で大切なことを3つお話しします。まず、1つ目です。パート1では、スイングのニュアンスをつかむことが目的です。動画を見ながら、イーブンとスイングのニュアンスの違いを感じ取りながら練習しましょう。2つ目です。動画の初めにはシラブルを使った練習が入っています。スイングのニュアンスをつかむのにとても効果的な練習です。音の強弱や長さなどを真似しながら徐々にニュアンスを覚えていきましょう。3つ目です。楽器を始めたばかりの方は楽譜に書いてある音は高くて演奏できないということもあると思います。その場合は1オクターブ音域を下げるなどして演奏しやすい音で練習してみてください。それでは早速練習を始めますが、ここから先は各楽器の講師と一緒に練習していきます。さあ、かっこいい演奏を目指して頑張りましょう。皆さんこんにちは。フルートの一瀬ゆきです。フルートは歴史が古く、幅広いジャンルで演奏されている楽器です。これから皆さんがジャズやポップスをもっとかっこよく吹けるように、一緒に練習していきましょう。レッスン1の練習の前に、シラブルの確認をしてみましょう。楽器を吹くときの唇の形のまま、口の中の下の位置を変えて、ドゥダ、ドゥダと声に出してみましょう。ドゥ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 。同じことを頭部管を口に当てながら声に出してみましょう。ドゥ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 
この動きを意識して、これからの練習に取り組んでみてください。模範演奏に続いて、伴奏のみの音源が流れます。伴奏のリズムに乗った演奏を心がけてみてくださいね。では、早速練習してみましょう。まずはじめは、8分音符を均等な長さで吹く、イーブンで演奏してみます。普段、吹奏楽曲を演奏するときも、音の長さや大きさが均等になるように心がけますが、ジャズやポップスの演奏をするときには、先ほど練習したシラブルを思い出しながら演奏します。一度私が吹いてみますので、よく聞いてニュアンスを感じてください。それでは皆さんも一緒に練習してみましょう。いかがでしょうか。表拍のドゥと裏拍のダでアンブシュアが崩れてしまわないように気をつけてみましょう。それではもう一度一緒に演奏してみましょう。ニュアンスを感じることができましたか？それでは次に同じリズムをスイングで練習してみましょう。こちらも先ほど練習したシラブルを思い出しながら演奏します。私が一度吹いてみますので、よく聞いてニュアンスを感じてください。それでは皆さんも一緒に練習してみましょう。イーブンの時とは違うリズムの感覚を感じ取りながら吹くことができましたか？それではもう一度一緒に練習してみましょう。いかがですか？ニュアンスを感じることができましたか？次はレッスン2です。この練習はレッスン1と違い、裏拍が休符になっています。表拍の音の長さと休符のニュアンスを意識して練習しましょう。まずはじめはイーブンで演奏してみます。レッスン1と同じように一度私が吹いてみますので、よく聞いてニュアンスを感じてください。
それでは皆さんも一緒に練習してみましょう。表拍のドゥのシラブルを意識しながらも、裏拍の休符をしっかり作ってみてください。それではもう一度一緒に演奏してみましょう。ニュアンスを感じることができましたか？それでは次に同じリズムをスイングで演奏してみましょう。こちらも先ほど練習したシラブルを思い出しながら演奏します。一度私が吹いてみますので、よく聞いてニュアンスを感じてください。それでは皆さんも一緒に練習してみましょう。裏拍にある休符を明確にするためにも、表拍の終わるタイミングをはっきりさせることが大切です。出した音を出しっぱなしにしないように心がけてみてください。それではもう一度一緒に演奏してみましょう。ニュアンスを感じることができましたか？レッスン3は裏拍の練習です。表拍の休符やレッスン1で練習したニュアンスを意識しながら練習しましょう。まずはじめはイーブンで演奏してみます。一度私が吹いてみますのでよく聞いてニュアンスを感じてください。それでは皆さんも一緒に演奏してみましょう。この後に練習するスイングとの違いを明確にするためにも、リズムに乗り遅れないように、拍の始まりを意識して、クリアな発音を心がけてみましょう。暗部首を崩さずに、タンギングや息のスピードをうまく連携させてください。それでは、もう一度一緒に演奏してみましょう。
ニュアンスを感じることができましたか？それでは次に同じリズムをスイングで演奏してみましょう。こちらも先ほど練習したシラブルを思い出しながら演奏します。一度私が吹いてみますので、よく聞いてニュアンスを感じてください。それでは皆さんも一緒に演奏してみましょう。裏拍ばかり意識しすぎると様子を見ながら音を出すような感じになってしまい、かえってリズムが取りにくくなります。休符になっている表拍を自然にしっかり感じ取りながら、伴奏音源のリズムに乗って吹いてみましょう。気持ちより少し早めにタンギングの準備をするのもポイントです。それではもう一度一緒に演奏してみましょう。いかがでしたか？ニュアンスを感じることができましたか？最後は音階を使った練習です。無機質な練習にならないよう、曲を演奏するつもりで練習しましょう。まず、はじめはイーブンで演奏してみます。一度私が吹いてみますので、よく聞いてニュアンスを感じてください。それでは皆さんも一緒に演奏してみましょう。レッスン1の前にお話しした「ドゥダドゥダ」のシラブルを改めて意識しましょう。また、休符の直前にある音の終わりを明確にして、休符の始まりを作ってみることも心がけましょう。それではもう一度一緒に演奏してみましょう。ニュアンスを感じることができましたか？それでは次に同じリズムをスイングで演奏してみましょう。一度私が吹いてみますので、よく聞いてニュアンスを感じてください。
それでは皆さんも一緒に演奏してみましょう。シラブルの違いを意識しつつ、心地よくスイングしたリズムを感じながら演奏しましょう。それではもう一度一緒に演奏してみましょう。いかがですか？皆さん、かっこよく演奏することができましたか？今回はイーブンとスイングのニュアンスをつかむことを目的に練習しました。どんな曲を演奏するときでも大切なことですので、自然とこのニュアンスで演奏できるように繰り返し練習してみましょう。伴奏音源に合わせて練習するとニュアンスをつかみやすくなりますので、まだダウンロードしていない人は、ぜひウェブサイトからダウンロードしてみてください。それでは、パート2でまたお会いしましょう。